今回なんですけれども、エレコムのマルチタップ購入してみました。えっ、ー、と、差し込み口がですね、1、2、3、4、5、6と6個口になっていて、で、ここはですね、あのー、万が一なんか、えー、火災っていうか、火が出たりしてなったときに、あの、溶けにくくなってるようです。この部分ですね。はい。そして、えーと、コードの長さ2.5メートルと、あと、この、 差し込み口ですね。まあ後で出しますけれども、この差し込み口がちょっと動くようになっていて、で根元のところが、この金属の根元のところは絶縁されているというふうになっています。あとですね、えっ、ー、と、雷ガードあるということで、PC などの精密機械を雷から守るということで、雷なんかあったときにこう高い電圧がカッと、えー、来る場合があると思うんですけども、その時にですね、あのー、一旦、 えー、ここどこかでこう遮断してくれて負荷がかからないようにしてくれているようです。まあ、雷直撃みたいな時には、まあ、それは無理ですよみたいなのを書いてましたけれども、はい、これ一応雷ガードというのがついています。あとこのスイッチなんですけれどもこれですね1個ずつついているのでいいなというのとあとこれ光らないタイプなんですよね、えー、ですので、あのー、夜寝るときとか眩しいなとか あると思うんですけどもそういう時にですねここが光らないのでそれもいいなと思いますこのような感じでこう雷がいた時にですねこうガードしてくれますよということで書いてますあとこれですね待機電力を個別に節約個別スイッチということですねオンにしても光らないので消費電力をさらに節電ということでオンにしても光りませんよということです あとはですね、この安全に配慮した設計、ゆるや樹脂二重構造ということで、ここですね、耐熱性に優れたゆるや樹脂を使用、万が一の発熱に際しても誘拐しにくいため、電気火災の防止に有効ですということです。二重被覆コード、あとトラッキング,キング防止プラグということで、この根元のところですね、絶縁加工がされているということです。 えと使い勝手にこだわった設計。スイングプラグ。さっき説明したちょっと動きますよというスイングプラグ。AC アダプター用の差し込み口。このですね間は1個だけなんですけれども、ここ隙間多めに空いていて AC アダプターを差し込みやすくなっていますね。ここ斜めスイッチ。AC アダプターや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい斜め配置のスイッチを採用。 それでは取り出してみました。まずコードの長さですね。こんな感じになってます。あとこれが、ここですね。スイング。スイングするので、コンセントに差しやすいと。で、えっ、ー、と、この先の部分に根元、黒いところあるんですけれども、ここが絶縁の確保されているということですね。はい。で、スイッチ。ついていて、コンセントの差し込み口。裏はこんな感じになってます。 一応、なんかここ、あの、引っ掛けるとこあるので、壁掛けとかするときに、何か、えー、打ち込んどけば、ここで引っ掛けて、壁掛けみたいにもできるんじゃないでしょうか。えーと、AC アダプターですね、この幅、取るやつ、この端っこの部分にすると、隙間がですね、こことここを見ればわかると思うんですけども、この部分、広くなっています。で、こちらは通常。 で、斜めになってるので AC アダプターこのまま置いてもえスイッチですね。ここがあのそのまま干渉せずにえスイッチ AC アダプターを差し込めるとそういう感じになっています。こういう具合ですね。はい。で、光らないタイプで個別にですね、オンオフが可能になっています。値段が確かですね、だいたい円 1500円ぐらいだったでしょうか。ちょっと購入したとき忘れましたけども、それぐらいの価格ですごく安くてですね、リーズナブルであの購入しやすいなっということで、今回これ購入してみました。えっ、ー、と、AC アダプター結構使ってるんですけども、こう、くねくねって曲がるタイプのやつ1個ありまして、それだとですね、4個口しかなくて、えー、ちょっと足りないなということで、これをですね、追加で購入して、普通の差し込みのやつはこれを使って、 アダプターとか使いいにくいのはもう一本これ似たようなのあるのでそれにするかこクネックね曲がるタイプのものにするかっていう感じで使おうかなと思ってますまあ今回ですねこのエレコムの値段も安くて使いやすそうなので良かったですうんこれ 2m50 あるのでえ結構ですね 2m50 あればうん使いやすいんじゃないかなと思います